オリンピックといえば、2010年東京オリンピックの開催も、決定いたしました。ここ浅香駐屯地も、射撃の開催予定地となっておりますので、もしかしたらオリンピックがここ浅香にも、やってくるかもしれません。オリンピックに合わせてたくさんの外国の、方たちも、来日されると思います。オリンピック観戦はもちろん合わせて観光もされると思いますけれども、有名な観光スポットを見て回る方たちももちろん、多いと思いますが、意外とですね、閉店間際のスーパーにわざわざ閉店間際に行って、値引きの30円とか値引きのシールが貼ってあるお弁当をですね、買って安上がりにして、買って食べる方とか、あとは5人ぐらいも入ったらいっぱいになるようなですね、あの常連のサラリーマンしか行かないような、居酒屋とか飲み屋にわざわざ行ったりしてですね、日本の日常の文化に、興味を持つ外国人の方もたくさんいらっしゃるそうです。次の曲はですね、イギリスの作曲家、リップ・スパークから見た日本の情景です。3つの楽章にそれぞれ新宿、千岳寺、渋谷と題名がついています。高層ビルの立ち並ぶ新宿、それから赤穂浪士の眠る千岳寺、渋谷の若者の雑踏、そんな風景が見えてくるかもしれませんね。今日の演奏はどんな東京を描き出すでしょうか。東京トリプティックをお聴きください。